ということで、ソフトテニス部に入部が決まったさきちゃんとタピオカで乾杯。はい、乾杯。部活決まってよかったね。うん、見学付き合ってくれてありがとう。無理はしないようにね。部長さんは緩い部活だから平気って言ってたけど、少しずつ慣れていかないと。部長も顧問の先生もみんないい人でよかった。病気のこともあったから、運動部に入ると迷惑かけちゃうかもってちょっとだけ不安だったんだよね。さき、部活に入ると高校生活の第一歩踏み出せたって感じするね。そして第2歩目はここ。ここってタピオカミルクティーのお店？そう、友達と放課後にタピル。流行には乗り遅れちゃったけど、すっごくやってみたかったんだよね。みんながタピオカタピオカって盛り上がってた時に、私はずっと味の薄い病院食ばっかり食べててさ。それは確かにちょっと悔しいかもね。治ったからには美味しいものたくさん食べちゃうんだから。あ、美味しいものって言えばさ、昔みんなで食べたアップルパイも美味しかったよね。アップルパイ？ほら、小学生の時だよ。いっちゃんがみくちゃんの歌好きだから、みんなで演奏してみようってなった時あったでしょ。ほのみが吹奏楽部でドラムできるようになったから、みんなでさきの家に楽器持って行って。そうそう、みんなでバンドやるぞって張り切ってやってみたんだよね。そしたらびっくりするくらいバラバラだったんだよね。あの時はしほちゃんがムキになって大変だったよね。完璧にできるまでやるって言って聞かないしさ。で、みんなヘトヘトになった時に、ほなちゃんがアップルパイみんなで食べようって言ってくれたんだよ。それがもうすっごく美味しくて。二人だけだとちょっとだけ寂しいね。うん、そうだね。いっちゃん、バイバイ。また明日ね。うん、またね、サキ。やっぱりサキは4人で一緒にいたいって思ってる。どうにかしてあげたいけど、でも私じゃ何も。あれ、スマホが光ってる。こんばんは。なんだか浮かない顔してるね。悩み事？え？な、何これ？ホログラムの、ミク？ん？ミクだよ。よろしくね、イチカ。え？今、私の名前。うふふ。ごめんごめん。びっくりさせちゃったね。今日は、挨拶行ったんだ。早く、こっちに来てほしいな、って思って。こっち？うん。よかったら、他にも誰か誘ってきてよ。例えば、大切な友達とかね。それじゃ、世界で待ってるよ、いちか。あ、消えた。ダメだ。もう映らない。どうして急にあんな映像。あのミク、前に夢に出てきたミクと似てたような。もしかして、何か関係があるの？まさかね。でも、ミクやみんなと一緒にバンドができたら、楽しいだろうな。
しほちゃん、おはよう。おはよう。あのさ、今日の放課後一緒に。バイトあるから。お、行っちゃった。あ、お、はなちゃん。あ、うん、おはよう。今日の課題やった？はなちゃんも行っちゃった。二人とも本当にどうしちゃったんだろう。なんだか私のこと避けてるみたい。ねえ、いっちゃん。もしかして私が入院してる間に何か。でもタイミングが悪かっただけかもしれないよね。また今度声かけてみようっと。それよりさ、いっちゃんって今もみくちゃんの歌よく聴いてるの？うん、聴いてるよ。さっき何かあったって気づいてる。なのに何も聞かないでくれて申し訳ないな。さっきは何も悪くないのに。そうなんだ。最近のおすすめってある？教えて。うん、だいたいこのプレイリストに入ってるよ。このアンタイトルってどんな曲？アンタイトル？そんな曲入れたかな。あ、うわ、眩しい。びっくりした。さっき大丈夫？うん、大丈夫だけど。ここ、どこ？ここ、学校？